もこんにちは、と申します。毎度おおきに。本日はですね、ワザップに書き込まれている裏技を実際に試してみたってなろうかなと思います。もうスプラ3に入ってこのシリーズもう4回目とかになるんですけど、いやもうマジでストックがね、もう処理しきれないというところで、もう今回も早速やっていきますよ。さあ1個目の裏技いこうかな思います。イカちゃんの手が点びっくり。いやどういう書き方ヤンモンさん見てって、また名指しなんですよ。もう最近ね、もうワザップのスプラ3のところもう私宛てめちゃくちゃいっぱいあるんですねいやもう書かんくていいから、あの俺宛てとか書かんくても普通に採用するからね、大丈夫。うん、そこで変わったりせえへんから。こんにちは、留学疲れた中3です。いや知らんわこの裏技のやり方は下、1持つ武器をオーバーフロッシャーにします。2ロビーに行きます。3ロッカー部屋の自動ドアのところに行きます。4ロビーからロッカー部屋に入るとき床に文字が書いてありますよね。その文字の上の、黄色く太い線の上に立ってください。はい、かっこイカちゃんはロッカー側を向いている状態です。お、まあ、なんかちょっと分かりやすいな。5、そしたらロッカーに向かって ZR を押した瞬間にロッカー側に向かって歩いてください。同時だとずれる時があります。はあ、結果オーバーフロッシャーを持っていないのに持っている手の形になる。なるほど。ロッカー部屋の自動ドアのところまで行く。はいはいはい、ここね。はいはいはい、行きました。はい、ロビーからロッカーの部屋に、入るとき床に文字書いてある。あ、これね、床に文字書いてあるね。なんかな、イカフロアみたいなの書いてあるわ。その文字の上の黄色く太い線の上に立ってください。何を言うてるあ、その文字の上の黄色く太い線の上、あー、この黄色太い線、はい、ここね。はい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 、立ちました。イカちゃんはロッカー側を向いてる状態。おー、いいや、もうこれまさによ。そしたらロッカーに向かって ZR を押した瞬間にロッカー側に向かって歩いてください。同時だとずれる時があります。あー、そういうことか、わかった。これも振るけど、ああ、ちょっとインク入るけど、この、振っている動作中にロッカーに入れば、その手の形が、オーバーフロッシャーを振っている時の手になるってことね。オッケーオッケー、やってみるよ。さあ、振っていくよ。振って入る。あ？なんか今、一瞬したような気もしたで。あー、なんかちょっと一瞬してるけど、え？これずっと維持できるもんなん？あー、わかった、今わかりやすかったよね。わかる？これを維持できるってこと？あ、これ維持はできへんのか。いや、俺の、いや、ごめんごめん。俺の勝手な、なんかその妄想やったんやけど、もうこれ、この手の、この今この手の持ってるままで、こう、ぐーぐーっとそのままこう、いい手なんかぐーっていって、こうやって、おー、すごいすごいすごい、おー、すごいすごいすごいってやりたかったん。はい、2個目いきます。タコの髪がおかしくなる？ヤンモさん採用お願いします。もうだからええって。いらんって。詳しく言うと、タコの髪がくるっと回ります。かっこ、いや、詳しくないやん。いらんいらんいらん。そう、セルフツッコミいらんから。手順は、1、まずキャラクターの髪をタコの髪型にする。かっこ、プレイヤー設定から髪型のとこへ行き、左から5番目を選択する。2、広場でカメラを開く。3、設定を押してタイマーを3秒に設定する。4、そしてキャラクターを正面から見る。5、A ボタンを押す。6、そしてキャラクターに下を見てもらう。7、そして写真が撮れると。できない時もあるみたいなので、何回かやってみてください。ちなみに私は1回でできました。それと耳が隠れたり帽子系のギアだとできないかもです。フェス中でもいつでもできるのでやってみてください。ちなみに小6女子です。聞いてない。結果、片方の横髪がくるっと回って可愛くなります。へえ、運が良ければ両方も。はあ、ちょっとね、何を言ってるのかわからないですが、やってみますか。キャラクター設定ね。まあ、タコの髪型にするっていうことなんですけど、まあ、これ別にタコ選ばんくてもいいんやんな。まあ、一応タコ選んどく？ 1、2、3、4、5、左から5番目。あー、これね。まあ、タコガールの髪型や。はい、タコガールのやつにしてきたんですけど、なんか帽子がダメみたいなんで、ちょっとギア変えよう。いや、なんならもう一番髪型がわかるやつでいいんじゃないの？あの、なんかヘアピンみたいなのあったよね。あ、これこれこれ。これでいこう。イカパッチン。で、広場でカメラを開く。カメラ、あ、これか。あ、開いた。で、設定をしてタイマーを3秒。はあ。はい。
そしてキャラクターを正面から見る。はあ、はあははあ、は。とズームしとく。おおおおお、ほんでほんでほんで。おおお、縦。あ、こうかこうかこうか。オッケーオッケー。 A ボタンを押す。はい。え、なに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 、あ、ええ。ふふふふ、何が起こった？あー、これシャッターボタンやったんか。なるほど。下を向いてもらうっていうことね。下を向かないといけないっていうことか。どうやってやんだろう。下を向く、下を向くって何？こういうこと。あー、こういうことか、単純に。え？なになになに？いや、もう金貸してくれにしか見えへんねんけど。ああれか、今みたいにこの撮影のギリギリの時にこのあれをせなあかんのかな、下向かなあかんのかな。いや、もうだから金貸してくれやん今のとか。頼む頼むって言ったけど。下を向いてる状態から上を向かなあかんのじゃん。これだって、くるっと回って可愛くなりますっていう結論に対して、下向いた状態やったらもうほぼ後頭部やからね。可愛くないよな。でももう、顔上げなあかんのんじゃん。わからんけど。こうちゃん。あー、ちょっと可愛くなりかけたんちゃう、知らんけど。もう可愛いの概念って人それぞれやから、そういう難しいこと言わんといてほしいねん。こうちゃん。あー、こういうことじゃん、くるっと回ってって。多分で、いやいや、半目やめろ。半目あかんって。あー、こういう感じね。なるほどなるほど。はー、合ってる。はい、次の裏技こちらになります。イカとタコとハーフ、ヤモさんやってみてください。もうどんだけ名指しなん。はい、アミーボを使用します。修正されてる可能性あり。知らんけど、知らんけど使うな、俺だけや。独占する。1、何でもいいので店に入ります。2、そのままカスタマイズ画面に行きます。はい、3、今のキャラクターとは逆のキャラクターにアミーボで変わります。過去イカならタコ、タコならイカ。4、店に戻ります。結果、イカとタコのハーフになる。うん、ちゅうことで、まあ、さっきからね、こうアミーボの画面なんですけど、アミーボにこれ装備を登録しとかなあかんのかな、多分分からんけど。そう、これね、この新しいアミーボ来たんでね、ちょっとこれね、せっかくなんでやってるんですけど、もういいです、ちょっと、もういい。あー、うっとしい。もうこれ絶対なった人いっぱいいる。もう絶対、これ多分10人いたらもう4人ぐらいはなってるよね。今のギアを覚えてもらう方法、あ、これちゃう、あ、ここちゃうんや。なるほど。あー、カスタマイズ画面か。なるほど、ここのアミーボから登録できると。でこれ書き込む。はん、あー、今この6つ今登録してあるやつを登録できるってことね。で、今これタコやから、イカに戻ればいいのね。はい、じゃあまあ普段のやつにしようかな、イカのボーイ。はい、で、何でもいいので店に入ります。はい、じゃあ頭屋入ってみようか。入ったよ。はい、入店しました。そのままカスタマイズ画面に行きます。はい、こうかな。あ、いやいやいや、で、今のキャラクターと逆のキャラクターにアミーボで変わります。はいはい、アミーボアミーボアミーボ。ああ、え、ここでかざすってこと。ん、かざせばいいんかな今。あ、来た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 、変わった、よし。ほんで店に戻る。どうなる。あ、普通にタコ。あ、修正されてる。え、これ見た目はイカやのに動作はタコとか、見た目はタコやのに動作はイカみたいなことなんかな、ハーフって。念のためもう一回やっていい？さあ次はね、イカガールにしてみたんですけど、どうなるやろ。やっぱりこのね、この画面でもイカとタコちょっと動作ちゃう気すんねんな。その立ってる時のすごい姿、なんか腰に手当ててたりみたいなのがちょっとちゃう気すんねん。この画面で、そのままアミーボかざす。
はい、変わりました。で、戻る。ただのタコ。いやー、この気になるわ。これ多分修正されたんやろうけど、イカとタコのハーフってどんなんなん。さあ、次ロビーにやってきました。次の裏技こちらです。入れるもんか、ヤンモさん去ってみてください。去ってみる。はい、こんにちは、中1女子です。国語苦手なので語彙力がありません。まあ大体わかります。まずロビーの試し打ち場で触腕打を貯めます。その後伸びる腕カコハテナをロッカールームの入り口のドアの境目にくっつけます。すると、関係ないですが私ちょっと文章を書くのうまなったんちゃいますん。いや、元が誰なん。結果ロッカールームのドアが忙しく、開閉する。なるほど。さあ、まずは触腕打の武器やな。はい、触腕打貯まりました。ロッカールームの入り口やで、ドアの境目にくっつけます。てか今日どんだけロッカールームの入り口出てくんの。境目ってどの辺。一回ちょっと真ん中とかにつけてみる。境目っちのがよくわからんから、こう。シュールやん。なるほど、境目の概念をちょっとね、調べないといけない。まあ、だから書いててほしいな、上のとかさ。そのなんか自動ドアの上の辺のとかさ。 OK、 じゃあ境目、ちょ、上の境目いっとく。ここ。うん、ダメよ。次下。あ、ダメ。ほんまにこの境目ってこの横なんかな。その可能性あるよな。これもやってみるか。絶対ちゃうよな。ここかな。あー、こういうことか。なるほど。できた。そういうことや。境目ってここのことやったんや。なるほど、開いたり閉まったりしたな。楽しいな。さあ、次の裏技もちょっとロビーっていう感じで、ちょっと今日ロビーかぶりすぎっていう感じなんですけど、ロビーでできるバグ、あー、シンプルですね。必戦にします。ジェットパックを貯めてガチャの上の階の柵に乗ります。はい、下の地面に向かって地面に足がつく前にジェットパックを発動します。すると結果、なんかジェットパック発動したままのキモいやつが出る。必戦持ってたかな俺。持ってたような、持ってたような。あー、持ってない。さあ、必戦買ってきましたよ。ジェットパックを貯めて、ガチャの上の階の柵に乗る。はあ、なるほど。ガチャの上の階の柵。あー、あの上、あそこってスペシャル使えるっけ。ここやろ。下の地面に向かって地面がつく前にジェットパックを発動します。あー、なるほど、そういうことか。下の地面に着地する前にジェットパックを空中で発動させて上に戻れってこと言ってんの。はあ、なるほど。いくよ。よし、いきます。こういうことね。あー、で戻る地点が上になってるからどうなるってこと。でわーお、なんだこれ。すげー、うわー、え、これ、うわー、ずっとついたままや。すごいすごいすごい。できた。いいやん、すごい。爆発寸前よ。これ背負った人歩いてきたら、ちょ、危ない危ない危ないってなるけどな。あー、なくなった。まあ、キモくはないけどな、別にな。うん。あんまりその、いろんなことにな、キモいキモい言わん方がええと思うで。こういうとこで境目でやっても、あ、間に合うんちゃう？あー、間に合いそう。ほら。ここでもいけんじゃん。ここはあかんの？あー、すごいな、おもろいな。これ、怒りになったらどうなんだろう。あ、すごい。収納された。はい、ってことで、すべてね、今回裏技、試していったんですけど、まあ、なんか修正されてたやつもありましたね。まあ、ちょっと残念でしたけれども、またね、溜まってきたら、まあ、てかもうすでにもう一回作れる分ぐらいは余裕であるんですけど、やろうかな、思います。ピ
ピーピーうるさい。静かにしてくれ。